君の脳に直接届く妄想のプライムデッサー鳴神学園七不思議殺人クラブの頼姫転生読んでいきたいと思います。幽霊、そんなバカな、まだ夕暮れにもなってないのにこんな日の当たる場所で幽霊を見るなんて。僕はいつの間にか彼女の姿を探していた。まあ、最初の話にあったあれですね、頼姫っぽい人が出て消えたみたいな感じでしたね。いた。滝壺から下に続く遊歩道に家族連れの後ろをゆっくりと歩いている彼女の姿を発見した。僕は考えるより先に彼女の元に走っていた。こんなに心が躍るのはいつからのことだろう。もしかしたらこんな感覚は生まれてこの方一度だって味わったことがなかったかもしれない。僕の視線は彼女に釘付けになっていた。そして僕は驚いた顔でこちらを見ている家族連れを横目に彼女の元に到着した。まあそうだね、急に家族の後ろにバーって走ってきたらめっちゃ怖いよね。僕は彼女の前で立ち止まった。間近で見ると彼女の美しさがはっきりと分かった。僕と同い年ぐらいだろうか、いや大人びた顔立ちながらも清楚で控えめな少女を匂わせる面影からはとても年齢を予測することは不可能だ。パッチリと見開いた瞳の中には宝石のような黒目が輝いている。彼女は間違いなくそこに存在していた。幽霊なんかじゃない。彼女の死体から流れてくる春の微風のように清々しい色香はそこに彼女が存在していることの証明だ。彼女は僕と目が合うと嬉しそうに微笑み会釈した。その笑顔を見て僕は完全に彼女の虜になった。一目惚れだ。何か喋らなくては彼女とのきっかけがつかめない。どうやって滝を駆け下りたんですか。我ながら何というバカな質問をしたのだろうか。僕の言葉を聞いて彼女は一瞬すっとんきょうな表情を作り、その後すぐに口元を押さえ小さな笑い声を漏らした。面白い人、滝を駆け下りる、私のこと、私今来たばかりなんですよ。滝を駆け下りるなんてまるで頼姫みたい。あ、知ってる。そうだ、頼姫だ。僕はさっき読んだばかりの頼姫伝説を思い出した。あれが頭の片隅にあり僕は幻覚を見たのだろうか。確かに彼女の言う通り、人間が滝を駆け下りるなんてありえない話だ。白昼夢を見ていたに決まっている。お一人ですか。はい。どちらからいらしたんですか。この近くに住んでるんです。よかった。もし遠方からの観光客ならもう会えないかもしれなかった。僕関尾正弘と言います。私樋口清子です。よりっていう名前入ってるね。初対面の人にこんなこと言うのは変かもしれませんが、また会っていただけませんでしょうか。また会ってほしいんです。僕は自分でも信じられないほどとんでもないことを言っていた。それまで笑顔で応対してくれた彼女は突然表情を曇らせ口をつぐんでしまった。あ、すいません、失礼なことを言ってしまいました。でも僕は怪しいものじゃありません。本当です。怪しいね。私毎日ここにいますから、もし会いたくなったらいつでも声をかけてください。それじゃ。それだけ告げると彼女は足早に去っていった。僕はもっと話をしたかったけれど、何を話していいのかわからず、それ以上は声をかけられなかった。毎日いるのこんなとこに。すれ違いざま彼女の甘い匂いがひときわ強く僕の鼻をくすぐった。ここに、この白糸の滝に来ればまた彼女に会える。僕はまた頼姫伝説を思い出した。確かヒヨブという男は出会い頭で彼女に求婚したはずだ。この平成の時代、さすがにそんなことはありえない。でもここに来ればまた彼女に会える。そう言ってもらえただけでも僕は天にも舞い上がるほど幸せだった。マー君、遠くで翔の呼ぶ声がした。そちらを振り返ると翔が大きく手を振りながら残った片手でメガホンを作り僕を呼んでいた。僕も大きく手を振り翔の元にかけていった。マー君笑ってる。どうしたの。助手席に乗っていると後ろから翔が身を乗り出し僕の顔を覗き込んだ。僕だって笑うさ。そんなことで驚くなよ。そうか、お前の笑顔なんてここ最近見たことなかったぜ。でもどうやら復活したようじゃないか。やっぱ外に出ると違うだろう。家の中に閉じこもってたって悶々とするだけだぜ。俺たちの立てた白糸の滝台作戦は成功したようだな。翔に感謝しろよ。ずっとお前のことを心配して今回の企画を計画したのは翔なんだからよ。まあ俺たちにも感謝してもらわないとな。すごいいい友達でしたね。僕の隣で車を運転しながら茂幸はわざと恩義せがましく言った。それでも僕はそれを笑顔で受け返せる。白糸の滝に行くまで、いや清子さんに会うまでの僕にはとてもできなかった対応だ。みんな僕に笑顔が戻ったのは白糸の滝に行ったせいだと勘違いしている。清子さんのことは誰にも話していない。別に話す必要もない。それでも今はみんなと話していて素直に楽しいと思える。今日わざわざ誘ってくれたみんなに感謝しなければならない。それじゃあまず女性陣を送って
マサヒロは最後な。おい、もう帰れんのか。え？僕の対応が意外だったようで、重幸は珍しく真顔で驚いた。久しぶりにみんなと会ったんだ。このまま帰るなんてもったいない。城まで行こうぜ。みんなの大学生活の話ももっと聞きたいしさ。どうせ、みんなは大学で飲んでるんだろう。僕もそういう店に連れてってくれよ。おいおい、本気かよ、マサヒロ。何か悪いもん飲んだんじゃねえのか。行こう行こう。賛成賛成。翔がはしゃいで、後ろで手を叩く。いいよ、私も付き合う。みんなで会うの久しぶりだし、今日はとことん騒ごうか。ユキも嬉しそうだ。冗談だろ、俺車だぜ。大丈夫だよ、車は駐車場に入れて、明日取りに来ればいいじゃないか。重幸の家からなら、城まで電車乗っても30分程度だろ。今日は付き合えよ。それとも、付き合えない理由でもあるわけ。急にグイグイ。いや、正弘がそう言うならいいんだけどさ。それにしても、マジでどうしちゃったわけ。言葉とは裏腹に、重幸も嬉しそうに笑っている。僕たちは進路を変更し、熊本城方面に向かった。熊本城の付近には、県下でも最大の繁華街がある。親父と一緒に酒を飲んだり、正弘たちと隠れて家で飲んだことはあるけれど、こうして外で飲むのは生まれて初めての体験だ。7時過ぎでも、まだ日が明るい城下町では、すでに華々しいネオンで彩られていた。何事も初めての体験で、おのぼりさんのように辺りをキョロキョロしていると、重幸たちは慣れた様子で店を物色している。わずか数ヶ月間で、本当に住む世界が変わってしまった。彼らが新しい世界での体験に勤しんでいる中、僕はもう彼らが見ることもないであろう、数学や英語の参考書を眺めて悶々としている。いやいや、そんなことはもう考えるのはよそう。僕は清子さんを思い浮かべ、頭の中から嫌な思いを追い出した。何ニヤニヤしてんの、マー君。ユキが僕の顔を覗き込む。あ、こういうところ初めてだからさ、なんかワクワクしちゃって。よほどにやけていたのだろうか。僕は適当にごまかすと、改めてあたりをキョロキョロと見回した。おい、あそこにしようぜ。重幸は何度か来ているのか、店の選択に迷うことなく、こじゃれた洋風の居酒屋に入っていった。乾杯。4人でジョッキを打ち鳴らす。適当につまみを頼み、それをビールで流し込む。大学生になれば、毎晩こんなことをしているのだろうか。いや、そんなことを考えるのはやめよう。今を楽しめばいいのさ。今はそんな気分なのだから。でもそういうね、考えちゃう時ありますよね。重幸たちは大学生活がいかに高校生活と違うか、僕に身振り手振りを交えながら説明してくれたわ。確かにその2つは全然違うね、やっぱね。自由さが違うもんね。重幸とユキがそんな会話で盛り上がる中、志保は僕に気を使ってくれているのか、控えめに会話を聞くだけで、どことなく遠慮しているようだ。そんな説、重幸がおもむろに話題を変えてきた。ところでさ、今日行った白糸の滝だけど、頼姫伝説の他に、もう一つ噂があるんだよな。どうせまたくだらない話でしょ。目を輝かせる重幸の言葉に、ユキはぶっきらぼうに答えた。いや、こっちの噂の方が絶対に面白いって。本当は行く前に言うべきか迷ったんだけれど、怖がらせてもなんだから黙ってた。怖い話？翔が小声でつぶやき、眉を潜める。実はあそこ、心霊スポットとしても有名なんだぜ。嘘。怖そうに肩をすぼめる翔とは対照的に、ユキはせせら笑うように重幸を見る。マジだって、あの滝さ、実は自殺の名所なんだ。自殺の名所？僕も少なからず興味を持ち、身を乗り出した。ああ、あの滝の上から飛び降りたら、深い滝壺に叩きつけられ、死体も上がってこないんだとさ。水中深く潜った死体を、そこに密集した藻が絡まって二度と離さないんだ。だから死体は見つからない。死体が見つからなかったら自殺したかどうかわからないじゃん。そう言ってユキが笑い飛ばす。重幸の話など最初から信じていない様子だ。しかし、重幸は顔の前で手を揺らし、それを否定した。いやいや、遺書があるから、それに靴も置いてあるんだ。人間って、不思議と死ぬ前は靴を脱ぐらしいぜ。数年前な、白糸の滝の観光事務所の連中が清掃のために滝の上に上がったんだ。するとさ、滝の上にきちんと揃えられた女物の靴が遺書と一緒に何足も並んでいたんだってよ。何足も。やめてよ。翔がそれ以上聞きたくないのか、両手で耳を塞いで目を閉じた。そういえば翔は怖がりだっけな。そんな手法を制するようにユキが顔を突き出した。どうやらユキは今の話で興味が湧いたようだ。何よそれ、女物？どうして女物の靴ばっかりなの？ああ、それが白糸の滝にまつわる変な噂なのさ。普通自殺者って言ったら男も女も関係ないだろ。でもな、白糸の滝だけは別。あの滝はなぜか女しか自殺しないんだ。頼姫の怨念が女の魂を呼び寄せているって噂だけど、マジそうかもな。都市伝説でしょ？ユキは半信半疑なのか、
探るような視線を重幸に向ける。マジだって大マジ、本当にあそこは女性の自殺者が後を絶たないんだ。しかも恐ろしいことに、女性が一人で夕方頃行くと死ぬ気なんか全くないのに、ふらふらと滝の上に登って死にたくなるんだってよ。それで今は滝の上に登る道は封鎖されてるんだから、今度行ったら確かめてみろよ。嘘、信じない。ユキは笑いながら歌でも歌うかのように節をつけた。いいぜ、別に信じなくても。でもな、あの滝は今までに何十件も幽霊を目撃したって報告があるんだ。滝の上に髪の長い白いワンピースを着た女が立っていて、突然滝に飛び込むんだってよ。白いワンピース。僕の声が思った以上に大きかったのか、茂幸たちは体をのけぞらして驚いた。なんだよ急に、こっちが逆に驚いちまったよ。ごめんごめん。で、白いワンピースの女ってよく出るのか。ああ、昼間でも夜中でも出るそうだ。それがものすごい美人なんだってよ。見とれて見ていると、女が突然滝に飛び降りる。それがふっと消えてしまって、あれ、どこ行ったんだろうって女を探すと、後ろだよ。って声が耳元で聞こえて、ブクブクに膨れ上がった歴史体の顔が、ああ、もういい、もういい、もうやめて。耳を塞いでいても聞こえていたのか、翔は大声で叫んだ。そんな翔を見て、茂幸は満足そうに笑っている。ああ、馬鹿らしい。トイレ行ってこよっと。興味が失せたのか、ユキが立ち上がった。あ、私も行くよ。翔が後に続いた。茂幸は笑いながら二人を見送り、彼女たちの姿が見えなくなると、身を乗り出し、小声で切り出した。実はさ、俺、ユキと付き合ってんだ。え？僕は素直に驚いた。僕たち四人は仲のいい友人関係で、それ以上の関係が芽生えることはないと思っていた。まあ、正式に付き合ったのは高校卒業してからだけどな。お前、俺たちが4人でつるむようになったこと覚えてる？ああ、確か2年の初めだったよな。なんかいつの間にか4人で一緒にいるようになった気がする。僕の言葉を聞いて、茂幸は仕方なさそうに笑った。バカだな、お前。何も分かっちゃいねえんだな。あの時な、翔はお前のことが好きだったんだよ。でも翔は恥ずかしくてお前に告白できなくて、ユキについてきてもらうように頼んだんだってよ。まあ、俺とお前は中学からの腐れ縁だ。彼女たちからすりゃ、お前にくっついている俺は邪魔だったんだろうな。それから、翔はずっとお前に告れなくて、いつの間にか4人で行動するようになって、気がついたら高校を卒業したってわけだ。翔とお前は何も進展していないのに、おまけでくっついていた俺とユキが結ばれちゃったってわけ。初耳だった。2年近く一緒にいたのに、僕はちっとも気がつかなかった。知らなかった。そうだったのか。まあ、さすがに俺もうすうす感づいてはいたけどさ、なんかお前って女に興味ないもんな。お前、結構女子の間で人気あったんだぜ。それでもいつも翔と一緒にいるもんだから、周りは勝手にお前らは付き合っていると思っていたみたいだ。まあ翔にしても、お前に変な虫がつくことは防げたわけだから、まんざら無駄ってわけじゃなかったよな。なんで今更こんな話するんだ？お前、翔のこと好きなんだろ？あまりにも率直な茂幸の一言だった。正直、翔をそんな目で見たことはない。嫌いじゃないけれど、好きという感情は。僕の頭の中に、清子さんの笑顔が浮かんできた。そしてなぜか、茂幸が話した白いワンピースの幽霊が彼女とオーバーラップする。今晩適当に俺とユキは抜けるからさ、お前、翔の面倒見てやれよ。もう終電もなくなるし、翔だってその覚悟できてるんじゃないか？何言ってんだお前。あまりに飛躍した茂幸の言葉に、正直僕は呆れ返った。なんだよお前、翔のこと嫌いなのかよ。それは、翔可愛いじゃん。いい子じゃん。翔はお前のこと好きじゃなかったら、俺が告ってるよ。とにかく、俺たちは頃合いを見計らって抜けるから、あとはしっかり決めろよ。おい。茂幸は、意味深な笑みを浮かべ目くばせした。目を向けると、トイレから戻ってくる二人の姿が見えた。それからの僕は、翔の顔をまともに見れなかった。今まで意識していなかったのに、突然あんなことを言われて、どう反応すればいいんだ。どうしたのマー君。目が合うたびに、わざとらしく視線をそらす僕の反応を見て、翔はキョドンと首をかしげる。じゃ、そろそろ出ようぜ。そんな僕と翔のやりとりを察したのか、茂幸はそれまでの会話を突然打ち切った。そして、すぐさま帰り支度を始めた。ユキも、それを待っていたかのように続く。次はどこ行くの？いや、今日はもう帰ろうぜ。茂幸の行動を見て尋ねた翔だったが、彼の返答はそっけないものだった。もう電車ないよ。私、ちょっと彼と二人で相談したいことがあるの。ごめんね、志保。悪いけれど、マークに送ってもらいなよ。おそらく、茂幸とユキの間では、すでにシナリオができていたのだろう。困り顔の志保が、僕とユキの顔を交互に見比べている。僕は何も答えられず、また志保から視線を外した。
ねえ、マー君。店を出ると、重幸とユキはネオンの中に消えていった。どうしていいのかわからず、しばらく僕と志保は店の前に立ちすくんでいた。このままでは拉致が開かないと思ったのか、口を開いたのは志保だった。え、何？もう、電車ない。タクシーで帰る？志保は答えず、僕も何も言わなかった。マー君は帰りたいの。志保は突然近寄ってくると、そっと寄り添い、小声で囁いた。僕は、彼女を抱き寄せることも、突き放すこともできず、じっと立っていた。私、マー君のことずっと好きだったんだ。それでも僕は答えない。何も答えられなかった。私、今日帰らなくてもいいよ。すごい急に大胆だよね。告ることもできなかった人が帰らなくてもいいよまで言っちゃうんだ。ショーの言葉の意味は僕でも理解できる。ショーはそう言うと、さらに体を押し付けてきた。僕の胸は破裂しそうなほど高鳴り、何も考えられず、ショーの手を握りしめると、そのまま足早に歩き始めた。気がつくと、僕たち二人はホテルの一室にいた。頭がクラクラし、部屋もショーの顔も歪んで回っている。僕はショーの腰に手を回し、引き寄せた。ショーの抵抗はなく、僕に身を委ねている。こんな近くでショーの顔を見たのは初めてのことだった。ショーは軽く顎を上げ、わずかに歯が見えるほど口を開き、そっと目を閉じている。歯の隙間からは、濡れた赤い舌が、チロチロと見え隠れしていた。ショーは小さく震えていた。僕も目を閉じた。そして、ショーの赤い唇にそっと自分の口を重ね合わす。すると、僕の口の中に、生温かい、ぬめぬめとした異物が忍び込んできたな。書き方やだな。なんだこの書き方。それはショーの舌だった。その直後、僕は反射的に手法を突き飛ばしていた。ショーはそのままベッドに倒れた。まあね、マー君的にはそういう風に感じたっていうことですかね。ショーはあっけに取られた様子で僕を見つめ、そして目にいっぱいの涙をためて泣き出した。ごめん。僕はそれだけ言うとホテルを飛び出した。どうやって家に帰ったのかよく覚えていない。ただ、家に帰る途中、僕の頭の中を支配していたのは清子さんの笑顔だった。次の日の朝、僕は高校卒業以来乗っていなかったバイクで白糸の滝へ向かった。清子さんに会いたかった。清子さんのことが頭から離れなかった。朝方、滝にはまだ誰もいなかった。清子さんの姿を探したけれど、どこにもいなかった。さすがにまだ来ていないのだろう。昼が近づくにつれ、次第に人で賑わい始めた。その中に清子さんの姿を探したけれど、残念ながら見つけることはできなかった。昼が過ぎ、それでも僕は滝を訪れる人を見逃さないように、一人ずつ目で追った。こんにちは。突然肩越しに声をかけられ、僕はハッとして振り向いた。誰が声をかけたかはわかっている。一度聞いただけで、僕の耳に焼き付いて忘れられない声。清子さん。彼女は空色のワンピースを着て、昨日と同じように笑みを浮かべて立っていた。それから僕は、いろいろなことを話した。口下手な僕が、こんなにスラスラと話ができるなんて自分でも信じられなかった。高校時代のこと、好きな本のこと、そして今、大学受験に落ちて予備校に通っていること。さらに、勉強に身が入らず、自分でもどうしていいかわからないことまで勢いに乗って話してしまった。清子さんは、そんな僕の話を少しも嫌がることなく、ただ笑みを浮かべ、聞いてくれた。あ、もうこんな時間。清子さんは、沈みかけた太陽に目をやった。すいません、こんなに話し込んじゃって。いつの間にこんなに時間が経っていたのだろうか。僕は、頭をかきながら何回も頭を下げた。いいんですよ、楽しかったから。また会えますか。私は毎日、この滝にいますから。そう言うと軽く会釈をし、彼女は去っていった。その日の夜、重幸から電話がかかってきた。おそらくは志保のことだろう。志保が、重幸に相談したのかもしれない。悪いのは僕だ。何を言われても仕方ない。しかし、僕はその電話に出る気になれなかった。イルスを使い、母さんに断ってもらった。それからというもの、白糸の滝を訪れることが僕の毎日の日課となった。清子さんは、朝から姿を見せることもあれば、夕方近くになることもあった。彼女は、雨の日も風の強い日も、必ず毎日滝にやってきた。そして、日が沈む頃になると帰っていった。彼女と一緒にいる毎日は、本当に至福のひとときだったが、いつも話をするのは僕で、彼女は聞き役専門だった。どんなに彼女のことを聞き出そうとしても、いつも笑ってはぐらかすばかりで、しつこく聞こうとすると悲しそうに笑ってみせる。だから、僕は彼女の名前以外は何も知らない。初めの頃は、重幸の話した白いワンピースを着た女の幽霊が頭をよぎることもあったけど、清子さんは毎日違う服を着ていたし、
時には T シャツにジーパンという軽装で現れることもあった。今では重幸の話は僕の中で笑い話になっていた。僕と付き合ってもらえませんか。清子さんと出会って2週間ほど過ぎたある日、僕は思い切って告白してみた。